機飛行開始、続け。敵を発見した。指示を待つぜ。追跡モードにセット。自動操縦に切り替えます。戦闘モードに移行。総員、戦闘配置につけ。切り替えます。
進。ふぅ、これで全部でしょうか。大丈夫みたいだな。艦長代理、敵反応すべて消失です。みんなご苦労だったな。相原、タイタンの方はどうだ。はい、再び通信波をキャッチしました。今度はちゃんと受信できてますよ。今パネルに回します。やっとここまで来たな、ヤマト。お前は大山、大山敏郎じゃないか。久しぶりだな、真田。誰なんです？大山敏郎、宇宙戦士訓練学校での俺の同期だ。つまり古代の兄さんとも同期ということですね。そういうことだ。それにしても大山、どうしてお前がタイタンに。知らなかったか。俺はな、ここに落ちて凍りすぎになっていた雪風を掘り出していたんだよ。兄さんが乗っていた船を。そうだ、 M21881 式宇宙突撃駆逐艦、眠らせとくには惜しい船だよ。知っているだろうが、タイタンはコスモナイトをはじめとした鉱物資源が豊富で作業をやりやすい。要するにこれも防衛軍の再編計画の一環さ。だが作業中に水星帝国残存艦隊が土星圏を占領しちまったから、基地の建造が放棄され、俺だけが置いてきぼりにされちまってな。つまり細々と作業を進めてたのは俺一人と機械だけってわけだ。まあ一人でやるのは楽しかったがな、敵にもエネルギー探知されにくいし、何より集中できる。雪風を改造。そうか、お前ならできるだろうな。何しろ雪風の設計に噛んでた一人なんだからな。無人艦？お前らしくもないな、大山。血の一滴も通わないメカニズムの結晶など。随分内容だな、真田。だがお前の貧弱な想像力の中で俺が手にかけた船を勝手に解釈してもらっちゃ困る。おい、それはどういう意味だ。人間が機械を屈服させるんじゃない、まして逆でもない。人間と共に助け合うメカニズム、俺が作ったな、そんな船だ。科学は人間の幸せのためにあるということを確かめたい。そう言って科学者になったのはお前だろ、真田。相変わらず口が達者なやつだな、お前は。お前も変わらないな、真田。ところでイスカンダルのことは俺も聞いたよ。この雪風会とともに俺も同行させてもらう。そうか、お前も来てくれるのか。ああ、マモルにこの船を見せて渡してやらなきゃならんからな。はい、ありがとうございます、大山さん。トチローでいいぞ、古代。お前の兄貴もそう呼んでた。よし、動かすぞ。驚くなよ。
生まれ変わった雪風。